以前もね、このチャンネルで紹介したキャノンのね、MP280 っていうプリンターなんですけど、ここ最近ね、ちょっと調子が悪くなりまして、まあ何かって言いますとね、紙詰まりがよく起きるようになったんですよ。ここね、まあ、ばっかりと開けるとね、とかこの辺のね、部品が消耗してる、休止ローラーがなんか摩耗してるんじゃないかという話でもあったんですけれども、あとはね、この、なんて言いますかね、カートリッジの、インクを出す部分、そこの裏にあるスポンジがね、実はこの下に貼ってあるんですけども、そのスポンジも朽ち果ててしまってね、もうどうもこうもならないような状態になったのでね、まあ修理出すにも、インク代とか考えたらちょっと見合わないのでね、本体代金を超えちゃうんじゃないかなということで、新しいプリンターを買うことにしました。それがですね、こちらでございます。ザカザーンとね、同じキャノンのね、インクジェットプリンターです。IP2700 っていうモデルね。こちらはですね、複合機じゃないんですよ。スキャナーがついてない。プリンターだけなんですね。でね、びっくりするのは値段なんですよ、値段。なんと、1080円なんですよ。めっちゃ安くないですか。まあ実はね、ちょっとこれには訳がありまして。実はね、中古品なんです。プリンターの中古品でちょっと心配だよねって言うんですが、実はね、これ調べてみたら本体は新品なんですって。まあ何がね、訳ありかと言いますと、インクが別売りなんですね、これ。まあプリンターの値段、ほとんどね、インク代なんですけどもね。まあこのインクをなくしたことでね、本体価格を安くしたのかなというふうに思ったわけですよ。確かに今のね、プリンターの価格、まあ、インク価格か。インク2個買うとね、プリンターより高いなんていうね、よくある話ですよね。多分この業者は、まあ、この新品のプリンターを仕入れて、インクをバラ売りで売って利益を出そうっていう感じなのかなと思ったりとかね。まあ、もしくはね、何か不具合があったり、何かね、不良品を紛れ込ませてんじゃないかなっていうちょっと心配もあるんですが、とりあえずね、買ってみました。でも、インクないのにね、本体安く買っても意味ないじゃんってことなんですけども、実はですね、この IP2700 っていうプリンター、私のね、もう以前これ使ってた、こちらのプリンターと、インクの型番が同じだったんですよ。だからそのまま利用できるので、今まで使ってた、インクカートリッジをこっちに移してね、また再利用しようかなと思います。問題はね、スキャナーがないってことですよね。スキャナー。これがどうなるかというところ。実はですね、僕、スキャナーもたまには使うんですよ。そのあたりの対策をどうするのかというのをね、また、実際に使ってみてまたお話ししてみたいと思います。まあね、こういうふうにそのカートリッジをね、奇跡的に同じのを持ってると言うんだったら、こういうね、本体、バラ売りのね、新品を安く買うというのも一つの方法かなと思ってね、ちょっと紹介してみました。もちろんね、これ商品登録、到着したら、また使用感レビューもやってみようかなと思います。ね、まあ多分ほぼ新品で来るかと思いますのでね、どんな感じか、まだ楽しみにしておいてください。ということでね、1080円の激安プリンターを買いましたというお話でした。さとちゅんチャンネルでした。